なんかさ、セリフ変わってるよな。あんたたちならきっと天才を倒してくれる。そう思ってたよ。信じていたんだよ。やっぱクリアした後だったらセリフ変わるんだね。で、今、江戸の町に戻ってきたんだけどさ。で、ついに平和な世の中になりましたね。みんなおじさんさんのおかげですと。そう、江戸の町に戻ってきて、残りの宝箱の回収をしようかなっていう感じだったんだけど、回復アイテムとかが消耗した状態だからさ、今あんま持ってないんだよね。それの調達に来たんだけど、もうお店がどこにあったのか覚えていない。占領役者のおじさんだ。サインもらっちゃおうかな。有名になってんだ。やっぱこの街だったら天才を倒したのがいち早く伝わってるんだろうね。どっか町、別の町かな、ロの町、どの町からお城に行ったかどうかも覚えてないんだけど、こう違うな。これセリフ変わってるね。セリフ変わってるわ。占領役者になるんだ。みんな心持ちがね、良くなってるよね。さてと隣町へ行って男でもナンパしてこようかしら。うふふ。ナンパしようとしてるやつの横で割と真面目な話をしているこいつ。で、脱出させてくれ。あれオフにしてるんだっけ。設定の避ける、多分これにすれば、うん、出やすい出やすい。もう前クリもしたことだし、こっちの歩き方でいいかもしんないね。で、道の句はしっかりとかけていく。カラオケってさ、来たっけ。鍵がかかってる。階段降りて一番大きなボックス。なんか勝手に強制的に歩いてる。間違えた、歌ってねえよ。ちょっと歌わせてくれ、歌わせてくれ。でももうこの状態において何か覚えたりすんのかな。しかも裏口じゃなくて正面から歌ってるわけなんだけどさ、なんか裏口から入る方法あったよね。で、みんなでワイワイして、あ、おじさんは熱視線が歌えるようになった。神様ヘルプが歌えるようになった。めっちゃ覚えるじゃん。サソリ座の女。おい、サソリ座の女、これそのまんまじゃねえか。歌えるようになった。お坊さん、ホテルカリフォルニアが歌えるようになった。マイキュアレディが歌えるようになった。この辺覚えた状態でラスボス挑んだらもっと簡単に倒せてたんじゃないの。いい日旅立ちを、弁慶も普通に歌えるんだな。ジライアは嵐を呼ぶ男が歌えるようになった。ジライアは元気を、ジライアも元気出して歌えるんだね。てか、ジライアって死んでるはずだろ。藤娘は女神の歌が歌えるようになった。残機の歌が歌えるようになった。元気を出してが歌えるようになった。夕投げ元気を出してが歌えるようになった。辰五郎コーラスラインが歌えるようになった。過激音も、過激音も覚えるんだ。なんかもうみんなあれだね、ホイミスライムみたいな感じになるんだね。リメンバーミーで体力が増す、前頭不能回復。これは体力少しで戦闘炎回復。全体があれか。なんだろう。他の RPG でこういう技あるか。全員全回復ってわけでもないんだよ。体力少しで全員が戦闘炎回復か。サソリ座の女、毒に侵す。全体、心乱れて。これ前から覚えてたっけ？ボンバーワールドのさらに上？威力レベル5。これもしかしてレベル60、70、80、90でそれぞれ技を覚えるのかな。熱視線、今レベル50代になってから炎系で威力レベル5を覚えた感じでさ、割と空欄があるからその可能性あるよね。いや、このゲーム奥が深いよね。で、今ホテルカリフォルニア覚えて、体力回復大、あれか、ベホーバーツン的な感じかな。マイキアレディ、全バッドステータスを回復。これ死んでる状態も蘇るのかな。さすがにそれはないか。で、あと弁慶が、弁慶もなんか覚えたよね。いい日食べたしか。弁慶ゴミだわ。で、過激用は、覚えてたっけ、もともとこの辺で。今元気を出して覚えて、
ゆうなぎも一応今元気を出して覚えたのか。もっと定期的に来るべきだったのか。まさかな、全クリした後に鍵かけなくていいだろう。全クリした後にな、こんなに覚えるとは思わなんだ。いやまあカラオケはいいんだけどさ、ちょっと回復アイテムを買わせてほしいんだけど、どこにあるんだよ道具屋。え、道具屋あったよねラスナー、なかったか。これ道具屋かな。いやー道具屋じゃねえわ、社畜だ。ちょっくら家でも建ててくるかな。え、でもモンスターをやっつけてた方が金になるような気がするんだよ。まあ確かにそうだそうだ。ねえねえ一緒に遊ぼうよ、いいぜ。いいって言ったのに、え、忙しいからダメなのに。いや割と暇だよ、実況撮ってるし。実況撮る暇があるんだったら女の子と遊びたいよな、どっちかっていうとな。で道の一人旅かけて、この街ねえな、ダメだわ。あーこれ迷子になるやつだ。この空間にもね、なんか4個ぐらい宝箱があるみたいに書かれてたんだよね確か。さっきも攻略サイトもうぐだると思ったから攻略サイトをチラッと調べておいたんだけど、合ってるかな。あーもう謎だ、謎の部屋に来てしまった。同じところじゃねえかよここ。待て待て、もうどこだ。右上の方の町行こうか。右上の方の町行ったらどうにかなるかもしれない。でこっちで上行って、ここも迷路なってんの。迷路どんだけ好きなんだよ。あーい、なんかハゲがいる。この麻薬師の小部屋は他の町の近道と聞いてきたんだが迷っちまったよ。俺もまさに今迷ってるからな。あー迷うかい、しょうがねえな。井の町へ行くには下、炉の町へ行くには左上左。右上右右右上。なんかいるわ、モノマネしてる人だっけ。天才もう倒したよ本物の方は。脅かすのが趣味、悪趣味だよな。んで右に行ってよ。あーと道の空がまた切れて、ほい。んーでここら辺に道具屋ないかな。道具屋っぽくない？うわー武器屋かよ。道具屋っぽいなんか見た目しやがってな。でも現状ほぼ最強の武器防具を装備してるような状態だから、歌芝居を見に行くんです。歌芝居禁止令はなくなりましたからね。ああ全クリしたことによってちょっと変わってんだな、このフルデリカみたいなやつも。Y 人流役者のおじさん、セリフ同じだわ、量産型だこいつも。んーで、あ、どっかの町に隠し小部屋があるみたいな。あ？なに別店舗？いや店を変えたからといって何か覚えるとかそういうのはなかった。多分レベルだねこれね、レベルに応じて何か覚えていくそんな感じなんだろう。今更だけどさ、全クリした後に言って何なんだっていう話なんだけど、でこいつも天才倒してヒャッハーみたいなこと言ってる輩の一人。あーこれ防具屋か。これ兜とかよく見たらさっきもじゃあ刀とか置いてあったのかな。あーで道のくなくなっちゃった。道具屋なかったっけ、この町ではなかったか。もう一個別の炉の町、炉の町になんかこの辺に道具屋なかったっけ。これ道具屋じゃない。あこれ楽器屋だわ、これ緑色のあれ ベースかギターだよなきっとな。そろそろさ気聞かせて道具屋の一つや二つ出てきてくれてもいいんじゃないかなって俺は思うんだけどさ。これは道具屋、ようやく来た。これもよ、もうあれだろ、どこな、何機、あ、A押すのか。もうな、乾燥させていいよな、これ。乾燥させるだけのお金もあるしな。
ってことで88個とりあえず買って、あとはどうしようかね。フェニックスのこの羽もなくなりそうだからな、これも大量にちょっと買おうか。まあ90ぐらい買えばいいか。もうフェニックスの羽完全にむしり取ったぐらいの感じで買ったからな今。で他はねよくわかんねえなこれ。20個ぐらい買うか。20個ぐらい買って、これも10個ぐらい買って、握り寿司も30個ぐらい買っとくか。美味しそうだしな。上握りよりは安いけど、でも上握りってあんまり美味しそうな感じしねえよな。握り寿司って言った方が美味しそうな感じがする。で宝箱を探しに行こうか。ようやく本題だ。さっきねちょっとメモしたんだよな。メモしたっていうか写真を撮ったから、その写真をちょっと確認しよう。どうやらまやかしの小部屋に4個あって、炉の町の隠し部屋に14個あって、お江戸城に24個あるらしい。で今いるのが何の町だっけこれ。何炉の町だっけ今いるの。出てこれ出たら炉の町とかって出る。あ、炉の町、炉の町にあるっぽいね。炉の町の隠し部屋に14個、14個を見つけたらもうもらったようなもんだろう。で道具使おうか。残っている宝箱はあと0。いやでもどっかしら何かしらの方法でさ、あ待てあったなこんなの。え、全クリしたからもういけるんじゃないの。なこれ地蔵がすんげえ意味深なんだけど、これここにあえて置いてあるってことはなんかあるでしょう。お金半分ぐらいなくなったな。でここで多分なんかしなきゃでしょ。あ、ここか。懐かしいな。おじさん惜しく生きるんだぞ。このお城大変お気に入りになったようです。どっか隠し部屋に行くヒント的ななんか ないのか。なんかねえか。多分この砦でから行けるんじゃないかなと思ったんだけど、いや行き方までは分かんないんだよ。あんまり調べたけどいい情報が載ってなくて。今のガクガクする動きいいね。で道のくなくなっちゃってかけて、なんかしらないかな。どっか隙間とかから行けまーすみたいな、ないか。このビルとかさ、なんかない、実はどっかに入り口がありますみたいな、裏側見えないところに入り口があるみたいなさ、そういうのを考えてたんだけどないかな。ここは情け。これとかめっちゃ怪しいじゃん。一個だけさ、いやこういう時こそその酒補正があるせいで入り口に入れず避けちゃってんのかもしんない。今道の句でも書けなかったら多分野生の敵普通に出てくるよね。うん、ちゃんと書けて。なんかあるじゃろ。なんかしらあるじゃろ。どうやっていくんだ。ちょっと段差飛び越えてほしいんだけど、無理か。そこまでのマリオみたいな、マリオほどではないけど多少ジャンプしてほしいんだけど、いたなお前。私俺のことは何でも知ってるんで。これなら知らないんだよな。全ての街を調べてもらって問題ないんで、要は自分で探すの面倒なんだけど代わりに探してもらっても良い。
こいつもな、もうちょっとヒント欲しいよね。お宝探知マシン、あと0個。こっから行けるとかそういうわけでもないもんな。おおお、なになになに、なんか起きたんだけど。本当だ、くっさいわね。あら、はあ、会話俺読めなかったんだけど、こうなってんだ。もう一回なんか出る、なんか匂うぞ、くっせ、ほんとだ、くっさいわね、あらと、まあこういう風になったんだね。いや、よかったよかった、これでいけるでしょ。なんかあるだろう、この像のところに。あ、なんかあったわ、階段、宝物ルーム。この隙はちょっと辛いぞ、しっかり準備していくがよい。ああ、よかったよかった。敵出てこなくねえか、道の駅かけてるからか。丸役、普通のあれだった。ここに何、14個も宝箱あんの、ありすぎじゃね。パワーのトロ、使おう。まあおじさん一択だよな。おじさんも最近そんなに物理攻撃やってないけどさ、基本的に魔法でガンガンやってるけど。で、体の宝箱もしっかり回収して、俺あのまやかしの小部屋みたいなところさ全部探したんじゃねえか。ラストギター、いらないもの捨てよう。この辺もな、整理しときゃよかったね。ラストギター、マイクより弱いんじゃないの。あ、同じだ、いっか別に変わんない。危ね、こういうところにな、ちょっと宝箱見逃したらね、もったいないからね。潜入役者の旅、最後の履物。これ5個とも全部捨てられんのか。戦のなんちゃら、戦略者の旅、最後シリーズだからな。あー、でもこんなもんか。もっと大幅に50ぐらい上がんのかなと思ったけど、そんな上がんねえか。で、敵も全然出てこないし、ボイスの甘エビ、平和だね。これなんだっけ、マックス勢力、おじさんでしょ。なんだかんだで主人公を強くするの大事だよね。テクニックのタコで、こっちは、戦略者の鎧。レベル9ムチとかもういらないよな。戦略者の鎧、おじさんをどんどんカッチカチにしていこう。ああ、5か、5上がるんだったらまあまあいいか。で、宝箱の跡も2回チェックして、取り逃しないようにね、注意しながらやっていかないと。いつぞやの、いつもみたいなことになってしまったらめんどくさいからな。オペラキャンディって2000回復するやつだっけ。ああ、そうだな、2000なんてレベル80ぐらいまで上げないといかないでしょう。まあやり込んだらそれぐらいのレベルになっちゃうのかもしんないけどさ。石の実、まだ3つぐらいあるな、取り逃してんの。一回バトルしてみるか。どれぐらいの強さの敵が出てくるのか分かんないからさ。なんか見たことなくねえか、右のやつ。左のやつは色違いの見たことあるような気がするぞ。爆発系のこれ、ボンバーガールだよ、とりあえず。2730、いいね。九月市梅松、九月市梅松みたいな名前のやつを倒した。
すっごく嫌。なんちゅうネーミングだよ。何をそんなに嫌がってんのか。すっごく嫌ってあれか、弓矢の矢を表してんのかね。お金と経験値はこんなもんか。ラスさんと同じような感じの経験値かな。こういう時に酒補正が効いているから避けにくい。歩くと少しずつ成長するって経験値が入るってことか。まあ市販されてるやつは捨ててっていいよね。で装備はこれあ下がるんだ。弁慶装備させようか。弁慶っぽくないこれ。100万石の鎧って、なんか弁慶自体が100万石っぽい感じがするじゃん。であとこれ、うーわなんだっけ、ヨグソトースみたいな見た目のやつだな。パズドラに出てくる。あーなんか効かなさそう。2730、そこそこ効くね。クグツ赤うねり、よく見たらあれだ、糸を引いてるね。天井からぶら下がってんだ。2607両、自力で空中に浮いてるわけじゃねえんだね。で4600、あんまり経験値もな、もう麻痺してるからな、おいしく感じないよね。1万何歩とか前回もらってたからさ。潜入役者の剣、最強の剣みたいなものを手に入れたんじゃないか。でも無知か。無知と比べたら微妙だぞ。あんまり恩恵あやかってない感じがするな。でこれで、これ使ったらどうなんの。この辺りに残ってる宝箱はあと0箱です。これはこのマップ全体を言ってたのかどうなんだろう。14個だよね確か。ちょ、数数えよう。1、2、3、4、5、6、7、8。で9、10、11、12、13、14、15。あれ俺どっか重複したかもしんない。14だよな。まあでも多分全部回収したと思う。いやよかったよかった、多分回収してる。戻ろう。